動物福祉、動物福祉、動物福祉、英語、アニマルウェルフェアとは、一般的に人間が動物に対して与える痛みやストレスといった苦痛を最小限に抑えるなどの活動により、動物の心理学的幸福を実現する考えのことを言う。動物福祉という五感から、感情的な愛護や介護、医療など含む社会保障を連想する福祉。 と誤解される場合もあるため、日本国内ではあやくせずにアニマルウェルフェアと表記される、こともある。動物福祉は、アニマルセラピーなどの動物を利用した医療や、福祉という意味ではない。動物福祉は、日本とは違う思想を持つ西洋で生まれたもので、独特の考えである。動物福祉は、三つの R や、五つの自由などを、中心とした動物の待遇改善である。 動物園や水族館などで飼育される、展示動物、産業利用される、家畜動物、研究施設などで科学使用される、実験動物、一般家庭で飼われる、愛玩動物、さらには野生動物も含めて多くの動物は人間の利益のために動物本来の特性や行動、寿命などが大きく規制されていることが多い。こうした利用を認めつつも、 それら現場で動物の感じる苦痛の回避、除去などに極力配慮しようとする考えが動物福祉である。動物の権利と異なり、動物福祉は人間が動物を利用することや殺すことを否定していない。ただし、やむを得ず、動物を殺さなければならない場合は、可能な限り苦痛のない手法を用いること、安楽が求められる。具体的な方法には、銃、家畜銃、 残虫、感電子、マイクロ波照射、捕殺罠などがあるがいずれの方法においても即死させることが必要である。一方で、動物福祉は、動物への搾取は減りつつあるという間違った印象を与え、市民の道徳的不安を和らげる術を与えるとともに、動物からの搾取を正当化しかねないという批判がある。動物福祉を科学的に定義するのは難しい。 その理由として、健康や幸福など、個人の価値観によって重要性や意味がそれぞれ異なる、多くの要因を伴うことがあり、従って、基準となる値を提示することが求められる。基本的に、動物福祉を説明する上で以下の三つの概念が用いられる。家畜動物の動物福祉では、1922年に、 イギリスの畜産動物ウェルフェア専門委員会が提案した5つの自由が国際的に認知されている。動物倫理の点で動物福祉という語は場合によっては動物福祉主義という意味を含む。サンダース・コンプリヘンシブ・ベターネリー・ディクショナリーでは動物福祉を飼育環境、食事、日常的なケア、病気の予防や治療、苦痛から解放される、保障。 不必要な不快感や痛みから動物を保護し、人間による虐待や動物を利己的に利用することの回避と定義している。動物福祉の考えは、畜産業に多大な影響を与えており、欧米を中心に活動や研究が盛んである。具体例として、身動きの取れない狭い囲いの中で飼育することを避け、屠殺においては極力苦しませない方法が実行される。 人道的な屠殺場を作ろうと屠殺場改革を試みた動物行動の著名な専門家テンプルグランディングは全米の屠殺場の半分を設計し人道性と屠殺の矛盾を問われた際末期患者にモルヒネを投与するのと同様に動物を生きている間なるべく快適にするのは意味がある旨答えている基本的に動物が寿命を全うする最後まで 飼育し続けることが大原則となっている。また、動物園や水族館などの公の飼育施設では、動物福祉の考え方を取り入れて、飼育や展示方法を見直し動きが活発化している。こうした種特有の行動の発言を流して、健康や繁殖といった生物機能を向上することで、生活環境を改善させる試みを、環境。 エンリッチメントという動物園で行われている生態展示がその一例である。また、テレビ番組などに出演する動物、チンパンジーなどが番組の過剰演出により、その種が本来有する習性を損なうとして動物福祉上大きく問題となったこともある。生命科学試験では動物を使用しない方法に置き換え、 リプレイスメント、利用する動物の数を減らし、リダクション、動物に与える苦痛を少なくする、リファインメントという 3R の原則が促進されている。これは1999年に開催の第3回国際動物実験大大法会議で採択されたボロニア宣言でも認められている。学会の中には動物福祉に配慮したという記載のない、 研究論文は受け付けないところもある。たびたび巻き起こる特定の動物についての飼育ブームや飼育者による動物の不完全な使用により飼育動物を無計画に繁殖させ時に劣悪な飼育環境を発生させる事例が動物福祉上問題とな。日本では2012年6月からペット販売店事業者に対して午後8時から午前8時までの 夜間における犬や猫の展示が禁止された。外来生物法では、外来種を駆除する場合には可能な限り苦痛を与えない方法で安楽死させることと定められている。捕鯨においてもその検知から絶命させるまでの時間が短い電気盛りが復活した。動物福祉を促進するために必要な包括的な措置を定めた法律。アメリカ合衆国。 1966年やイギリス、2002年などで法律として存在する。このほか、競技の意味での動物福祉を求める法律を運用している国も多数存在する。日本では動物虐待を禁じる動物愛護法などが該当する。一般に動物福祉規制はあった方がいいと思われているが、当該規制は最初選択肢得た消費者に、 規制があるから倫理的に作られているといった誤ったイメージを与え気を楽にさせ、畜産業界の宣言を助け畜産物の消費拡大を押し上げるため、規制は良くないという指摘がある。コストを意識しながら何億と動物の命を奪う、動物と殺の現実に人道的なところはない。動物福祉を訴える人は、畜産をすることを暗黙のうちに了解することになるという指摘がある。 フランシオンは、動物福祉は、畜産業を効率的にし、社会が容認しやすいものへ変え、畜産の廃絶よりも拡大に資する、可能性の方が大きいとしている。また、工場畜産化廃絶の選択肢に、動物福祉の選択肢が加わると、廃絶の選択肢が見落とされやすくなるという指摘がある。さらに、動物福祉の徹底をしても、土札は、 動物の信頼に対する裏切りになるという指摘がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。